皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはモチベーションは上げないということについてお伝えしてみたいと思います。よくですね、モチベーションが上がらないからこの仕事今一つだなとか、そういうことでね、こう停滞してしまう方とかのお話とかを聞くんですけれども、確かに気持ちが上がる上がらないということで作業がうまくいきやすい、いきにくいっていうのはあると思うんですよね。だからモチベーションっていうのは、上がる分には、あっても悪くないかなというふうに思うんですよね。ワクワクドキドキとかウキウキする感じになりますからね。でもモチベーションが下がることによって仕事の手が止まるとか停滞してしまうというタイプの人であれば、むしろモチベーションは上げない方がいいと思っているんですよ。で、モチベーションっていうのは結局その真ん中の位置から上に上がるから、反作用の法則ではないですけれども、その同じ質量だけ下がる可能性が当然あるわけですよね。で、仮に真ん中の中央と呼ばれるゼロの部分になったとしても、一回上がっているので自分の感情と見た目は下がった風に見えるわけですよね。ということはモチベーションが上がった状態で上がりっぱなしのままでいられるのであれば下がらないから下がらないことになりますけれども、上がったモチベーションって下がるケースが多いと思うんですよ。で、その落差を自分が感じてしまうと、単に真ん中に戻っただけなのに下がった、今一つやる気ないなっていうふうに感じてしまうっていうところがあるんですね。ですから楽しいことは楽しいで、ウキウキワクワクっていうのはプラスアルファの要因で構わないんですけれども、基本的な感情のスタンスは真ん中ゼロベースで、仕事はモチベーション上げた状態で取り組まなくって、真ん中の状態、可でもなく不可でもなくっていう淡々とした状態で取り組む、特に事務処理とかはそうですね、の方が仕事は効率化すると思います。ただ何か例えばイベントがあったりとか、感情が揺さぶられたり、こうみんなで泣き笑いをするとか、そういう時はお仕事だったとしても、何でしょうね、その共有する時間とかを楽しむとか、情熱の領域になるとそれはモチベーションではなく、感情として、感情が揺り動かされるっていう方になりますので、モチベーションの捉え方とまたちょっと違ってくると思うんですよね。だから気持ちが上がる下がるっていうところがそのまま事務処理とかに直結するような内容だったとしたら、モチベーションは基本上げない方がいいということになります。で、私はそのなるべくモチベーションに関わらず、やるべきことはやって、前に進めるっていうことを日常のルーティンにするように心がけてはいます。当然得意不得意があるので、得意な方は割と楽に前に進みますけど、不得意な方は進みが遅いですやっぱり。で、その時に時間の使い方っていう観点からすると、例えば不得意な部分は得意な方に任せるということで、外注さんのパートナーさんをお願いするっていう方法も一つになります、選択肢の。ただ感情の部分においては、モチベーションが上がった、よし行くよっていう風な日々にしない方が、教室運営全般に関してもそうなんですけれども、粛々と、処理が進んでいくかと思うので、そういうお仕事の場合には基本モチベーションを上げないで取り組む方がいいと思っています。なので感情によって前に進む進まないの振り幅が大きい方は、なるべくその振り幅がね、少なくなるように、心がけていただくといいかなというふうに思います。それでは。